クロード・モントゥーはアメリカ出身の指揮者、フルート奏者、マサチューセッツ州ブルックラインの出身、世界的指揮者ピエール・モントゥーの子息。幼少期はフランスで過ごしたが、17歳の時にはノースカロライナ州のブラック・マウンテン・カレッジに進学した。当初ピアニストを志したが、フルートに転校し、ボストン公共楽団の首席フルート奏者を務めていた。 ジョルジュ・ローランに指示した。また父親に指揮を、指摘にもまた、モントー指揮者学校の生徒としても学んだ。第二次世界大戦中は、アメリカ陸軍に所属し、ジョージ・パットンの下で、翻訳の仕事に当たった。戦後は、欧州の主要オーケストラとフルート奏者として、共演したほか、ブロードウェイのピットオーケストラにも入って、経験を積んだ。アルトゥーロ・トスカニーに、ブルーノ・ワルター。 レオポルド・ストコフスキー、トーマス・ビーチャム及びチチ・ピエール・モントゥといった世紀を代表する指揮者のタクトの下、彼は演奏してきた。指揮者としては、モンテカルロロシアバレエ団の補助指揮者を経て1953年から1956年まで、オハイオ州のコロンバス交響楽団の主席指揮者、1959年から1975年まで、 ハドソンバレーフィルハーモニー管弦楽団の主席指揮者を歴任。欧米のオーケストラにも客演して名声を築いた。教育者としては、ピーボディ音楽院、オハイオ州立大学やニューイングランド音楽院などでフルートを教える傍ら、父ピエールがメイン州ハンコックで開いていた指揮者学校のサマースクールの講師も務めていた。サクラメントにて調整。92歳没。 ありがとうございます。